どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、はい見てください、編成ネクロ16体、援軍にはゴーレムが入っております。そして相手の村見るとやはりアーチャークイーンも33で結構高くて、防衛施設的にももう終盤に差し掛かるぐらいの防衛施設なんですよ。これね、ネクロラッシュで星3取ることができたので早速見ていくことにしましょう。まずですね、こちら側から穴開けと、まあ、バネトラップを確認しながらウォールブレイカーでしっかりと穴開けしていくんですけれども、出し方に注目していただきたいんですね。ゴーレムとジャイアントの援軍のセットを出した瞬間、ウィザードをまあちょっと数体こう1点目に出していって、ネクロマンサーも1点で出していくんですよ。これだけなんですよ。でバーバリアンキングをちょっと遅めに出してあげるっていう方の感じなんですけど、これだけなんですよ。これだけで星さん行ってしまうんですよ。それどういうことかっていうと、別にこの攻め方が簡単だよっていうことですね、このもう楽だよっていうのを言いたいのではなくて、この配置、この配置結構見ませんか皆さん。私最近見るようになってきたんですよね。というか結構見るんですよ、この配置。この配置を見るんですよ。ってことは、まあ、皆さん強いから、まあ、もちろん使っているのでしょうけども、この配置はやはりちょっと弱いんじゃないでしょうかね。はい。やっぱこう、例えば終盤になって、タウンホール中星さん一つ取んなくちゃ勝てないっていう場面で、このようなネクロラッシュをすれば、星さんが、まあ、取れそうですよね。ネクロマンサー。まあ、ヒーローのレベルもまあ、まあ、もちろん重要になってはきますけれども、まあ、ちょっとこう、配置的にはどうなのかなって思う部分やはりありますよね。はい。ということでこんな感じで、もうなんかネクロマンサーのこの無限生産、何ですかねこの量は。これはねすごいですね。すごいというよりもこの配置やっぱりダメですね。こういうもうネクロマンサーが一切壁を殴らないわけですよ、こういう配置に関しては。なのでもうスケルトンがこうどんどんこう進むので、でこのアーチャーとかとかもほぼ機能してないですからね、この量に対して、この量に対して機能していないので、もうこれはもうこの配置負けですよ今回は。はい。やはりその難しい配置に配置で星さん取られるのは結構悔しかったりするかもしれないんですけど、これはちょっと割かしまあなんかノースプレーというか、ぼーっとしてでもできてしまうような、まあね、そのもちろんプレイヤーさんのスキルみたいなのありますよ。サイドカット、そのバーバリアンキングの出しか、その出すタイミングを遅らせるだとかね、そういう、スキルはありますけれども、このように、一瞬で、ね、ちょっと4倍速で流れ見てっていいですか、ちょっと。いきますよ。もう、テクニックとかほとんど必要ないのかなと思います。これを真似すればいけちゃいますよ、要は。まあ、バーバリアンキングを遅み出して、前線を結構上げてるんですよね。はい。前線がすごい上がってるのかなと思います。例えば中心部だけこう削ってって周りの施設が残っているだとネクロマンサーが横からの攻撃を受けてしまうのでダメだったりするんですけれども、今回はしっかりとこうもう面としてこうガーって攻めてきて最後こう集結するという感じとなっていて、非常に最初も流れ的の、まあ流れっていうのも重要になってくるのかなと思うんですけれども、今回ネクロラッシュで星さん、こういう配置はやめた方がいいということでした。ということでご視聴ありがとうございました。